うちの親は夜遅くに帰ってきて、朝早く出ていくから僕と親たちはあまり顔を合わすことがない。それが悲しいと思ったことはあまりない。それが僕にとっての普通だから。それに僕は割と一人が好きだから、ゆったりのびのびとできる今の状況をいいとも思っている。だったのが、なぜか最近僕の家に入り浸る人がいる。ねえ、スバルくん、飲み物ちょうだい。それくらい勝手に自分でしてくださいよ。ええ、スバルくんの方が近いんだからいいじゃんか。はぁ？ふん、なんだかんだ言って、スバルくんお願い聞いてくれるわよね。それはハンさんがいつまでもダダこねるからですよ。そうして僕は言われるがままに冷蔵庫から飲み物を取り出し、ソファーに寝転んでいるハンさんに渡す。ありがとう。スバルくんは優しいねー。可愛い弟ができたみたいで嬉しいよ。弟ですか？ん？何は不満？いや、そういうわけじゃないんですけど。僕も手のかかる姉ができたみたいだと思ってたんで。え、きっと多い。そんなことを言うハンさんをよそ目に、僕は宿題の続きを始めるのであった。僕とハンさん、というか、ケとハンさんが関わるようになったのは1年くらい前のことだった。一年くらいにハンさんがうちの隣に引っ越してきた当初は普通の近所付き合い程度でしかなかったが、ここ最近親が頼んだのか何なのか、ハンさんがうちに来るようになったのだ。僕の面倒を見るというのを建前に、ただただうちでゴロゴロしている。ゴロゴロしていると思えば、何を思ってか僕をからかうこともある。この人が何を考えているのか、僕には本当にわからない。ねえねえ、スバルくん、勉強教えておげよっか？まあ、教えてもらえるのはありがたいですけど、何が目的なんですか？嫌だなぁ。無償の愛だって、無償の愛。何も見返りなんていらないよ。怪しい、絶対何か裏がある。ああ、その顔は疑ってるなぁ。そりゃあ、常日頃の言動を考えれば、疑いもしますよ。それじゃあもう言っちゃうけど、そろそろ私のことをハンさんって呼び方から変えてくれないかな。他人行儀だし。例えばどんな風にですか？例えばか。メリーお姉ちゃんとか。なんでお姉ちゃんなんですか？一人っ子だからそう呼ばれたいってのと、さっきスバルくんも姉ができたみたいって言ってたから、それに、スバルくんはご両親にあんまり甘えれてないんでしょ。だから私に甘えていいんだよ。なんでそうなるんですか？僕は誰かに甘えたいって思ってないので、お気持ちだけ受け取っておきますよ。ずっと気になってたんだけど、なんでスバルくんって私に敬語なの？別に大した理由なんてないですよ。ハンさんの方が年上ですし、僕が敬語の方が楽だってだけです。そうなんだ。というかやっぱりハンさんはむずがゆい感じがするからメリーって呼んでくれないかな？それなら。まあ。少し経った休日、僕は日用品や食材を買い出しに来ていた。のだが、なぜかメリーさんもついてきていた。なんでついてきたんですか？ただの買い物ですから何も面白くないと思いますけど。まあ。スバルくんのご両親にスバルくんの面倒を見るの頼まれたからね。僕の思い違いじゃなければ、僕はメリーさんに面倒を見られた覚えはないんですけど。そうだね。なんだかんだスバルくんはしっかりしてるから、私がすることはないけど、頼まれたことだから。それで気になったんですけど、僕の家に来て僕の面倒を見ることを頼まれてお金とかもらってるんですか？ほら、知った？でしたっけ？みたいな感じではあるんですし。確かに最初はそういうことも言われたけど、もらってないよ。申し訳ないし。それを聞くとこっちの方が申し訳ないんですけど。まあまあ、スバルくんが気にすることじゃないよ。ご飯とか食べさせてもらったり、いろいろ自由にさせてもらってるんだから。メリーさんが気にしていないのならいいですけど、もらえるものはもらっておいて損はないと思いますよ。いやまあ、そうなんだけど、お金をもらってたら、そのためにスバルくんに会いに行ってるみたいで、私が嫌なんだよね。そういうことですか。まあ、確かに義務的になったりもしますからね。そして家に帰ってきて夜ご飯を済ませたのだが、なぜかメリーさんのテンションがおかしい。私は今無性に、スバルくんのお世話がしたい。何をいきなり言い出すんですか。いやー、なんかふと思ったんだよ。私はスバルくんの面倒を見るためにここにいるのに、思ってみたら私の方がお世話されていることに。言うほど僕は何もしてないですけど。とりあえず、何か私にしてほしいこととかある？いや、特にないですね。そう言わずに何でもいいんだよ。と言われても、それに、お世話の押し売りは良くないですよ。にじり寄ってくるメリーさんにそんなことを言ってはみるが、多分聞いてない。お世話って何すればいいんだろ。いや、僕にそんなこと言われても。じゃあ、そういい、なぜかメリーさんは抱きついてきた。これは、スバルくんが甘えれるようになるためのスキンシップ？
まあ、お世話かどうかって言われたら、違うんだろうけど、その辺はおいおいってことで。僕はメリーさんがまたよくわからなくなりましたよ。そういい僕はすぐにメリーさんから離れる。あれ？もういいの？いいも何も、僕が望んだことじゃないですし。そうだよね。それに、自分でやって私もちょっと恥ずかしかったし。それならなんでやったんですか？なんでだろうね。僕はやっぱりこの人がよくわからないのであった。